皆さんこんにちは、ミニマルです。イラスト、漫画を描きたい、そう思った初心者がとりあえず描いてみるのはキャラクター、つまり人体ですよね。人体を描けなければ始まらない。しかしいろんなポーズを描くのがとにかく難しい。気がつけばいつも同じバストアップ、いつも同じ角度、いつも同じポーズで描いていませんか？初心者から脱却したい皆さん、いろんなポーズを描けるようになるにはやはり人体を知ることが重要です。何から始めたらいいんだという人におすすめの講座があります。オンラインでイラストや映像技術を学べるコロソーです。あれ？前回も紹介しましたね。前回は私の大好きなイラストレーターモダレさんの講座を紹介しました。色塗りに関しての重大事実を知ることができる大変有益な講座で、それ以外にも絵を始めたばかりの初心者向けの内容も含まれているとレビューしましたね。前回の紹介動画はこの動画の概要欄のリンクを参考にしてください。この紹介動画が好評だったようなので、第2弾として今回は木村っきさんの講座を紹介していきます。木村っきさんのことは私は以前から知っていて、著書も持っています。かなり大判の重たい本で、こちらはイラスト向上に役立つ本の一つとして以前動画でもレビューしました。ということで、こちらの講座はかなり気になっていましたので、レビューの機会をいただけてよかったです。ありがとうございます、コロソさん。この講座を受講すると、人体をいろんなポーズで描くことができるようになることでしょう。頭で思いついた様々なポーズをいざ実際に描こうとするとうまく出力できない、そんな人はこの講座がおすすめです。それでは早速内容を見ていこうと思います。今から紹介する動画は音声が日本語ではないですが、実際の講座動画には日本語字幕がついています。講座は全部で4つのセクションに分類されています。全部で27本の動画はそれぞれ2時間近くありますので、かなり膨大な内容でお得です。木村っきさんの講座では人体の図形化をメインに扱っています。人体をすべて細かく覚えていくと大変ですが、図形化して単純な形に置き換えていくということですね。そのための第一歩として、箱をいろんな角度で描けるようになりたいのですが、箱を描くためには透視図法の基礎が必要ということで、前半部分では1点透視から3点透視、アイレベルなど初心者向けのパース講座が展開されます。心配しないでください。具体的なイラストを使って説明してくださるので、とてもわかりやすいです。画角の説明やアイレベルの正しい考え方など詳しい情報もたくさんありました。パースが苦手な人も必見です。セクション2から実際に人体を図形化して描く説明です。人体は頭から描く人が多いですが、この講座では胴体から描いていきます。最初に骨組みを描くことを重要視しているようです。骨の形を図形化して覚えておくことで、様々なポーズ角度で描くことができるということ、応用が効くのが図形化という話でした。人体を描くときになんとなく感覚で描いている人が最初は多いと思いますが、感覚では限界があり、理論化して描くことが大事だと教えられます。それは感覚より知識によるものの方がより記憶に残りやすいということ、感覚よりも完成したイラストに差がつきにくいということ、絵が上手くなりたければ理論化は避けられない、理論を知識として身につけていくということですね。私もこの考え方には大賛成です。なんとなく描ければいいという人はそれでいいですが、いろんなポーズを描くためには人体の構造を知ることが大事です。鏡で写真を撮ってそれをトレースすればいいじゃんという意見もあります。それも一つの時短ですが、結局は構造が分かっていないと、ただシルエットと流れだけを追った完成度の低いものが仕上がるのではないでしょうか。そして応用も効きません。ここで紹介されている人体の図形化は初心者にもとても分かりやすいものです。感覚で描いていると、たくさんのことを一度に考えながら描き上げるというデメリットがありますが、骨組みから描くとパーツを細分化して考えることができ、完成度も上がるということ、あまり悩まずに最後まで描けるということが説明されます。いや、これは本当にいつも絵を描くときに感じることです。腕を上げたらどうなるんだろう、肩の筋肉のつながりは、胴体をひねったり足を曲げるとどんな形になるんだろう、毎回ああでもないこうでもないと頭を悩ませるポーズ問題、これ解決したくないですか？
この講座では段階的に人体のパーツを一つずつ解説してくれます。実際に木村木さんの書き方も動画なのでしっかり見れるのが良いですね。私は著書も持っていますが、動画で拝見するとどのような順序で書いているのか、紙面ではわからない部分も見えてくるので、すでに本を持っている人にもおすすめできます。というわけで、まずはみんなが知りたいであろう全身の比率から説明してくれます。具体的に骨組みの上に図形化して書いていく過程が見れます。初心者が間違えがちな側面から見た足が垂直にならないようにという部分もあります。顔の図形化、髪の毛の図形化、胴体は胸郭を実際の骨となぜ違う形に捉えるのかなど、いろんな方向からパースの説明も加えながら分かりやすく書いてくれます。私がいつも難しく感じる肩と鎖骨周辺の動きもとても分かりやすい説明がありました。また前腕部は開内開外という手首をひねる動作と骨が2本あることから理解が難しい部分だといつも思っているのですが、この部分の解説はとても分かりやすく、尺骨の図形化のメリットから側面と正面から見た手首の厚みの違い、ひねった時の腕の角度はなぜこうなるのか、私が知りたかった内容をとても分かりやすく教えてもらいました。このようにどんどん人体のパーツを図形化していきます。一つずつ詳しくいろんな角度で書いてくれるので具体的に理解しやすいですね。何度か見たり書いたりしていけば覚えることができそうです。セクション3までで全てのパーツを図形化していった後は、セクション4から動きのある全身ポーズをどんどん書いていく解説です。ここまでの知識を使って作画していく過程をバッチリ見ることができます。この講座の最初の方で説明されたように、感覚ではなく知識と理論に基づいた図形化を用いて書けばどんなポーズでも書くことができそうと感じることができるので、かなり実践的な講座でした。私は木村木さんの著書も持っています。内容はこの講座と重複している部分もありますが、どちらにも良い面があり相互作用を感じることができました。本の内容を知っている人にとっては、どのような順序で書いているのかという生の部分はとても参考になりますし、動画を先に見てそれから本を読む人にとってはしっかりと復習することができて習得が容易になると感じました。本の内容も動画以上に充実していてページ数もすごいので、こちらもぜひ手に取ってみてください。自分の思うままにキャラクターを描けるというのは基礎であり超強力な武器であると思います。分かりやすく理論化された人体のパーツの図形化も習得するのは簡単だと思います。ここまでの内容が気になった人はぜひこの講座を受講してみてくださいね。コロソの講座は全て買い切り、無期限で見ることができますので、そこも安心なポイントです。講座ごとの買い切り料金はリンク先をご覧ください。専門学校などと比べれば決して高くはないと思います。自分のペースで進められるのもメリットですね。私も常々人体は単純化して捉えることを自分の配信でもお勧めしていますので、こちらの講座を実際に受講してみた感想としては、このチャンネルの視聴者さんには特におすすめできそうな内容だと思いました。いろんなポーズを悩まずに描けるようになりたい人はぜひチェックしてくださいね。今回の動画は以上です。この動画がお役に立ちましたらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。